TV アニメ化が発表されていた竜王のお仕事の放送時期が2018年1月に決定。合わせてオプトテーマを担当する声優アーティストが発表となった。竜王のお仕事。イラスト、シラビ、GA 文庫館は、将棋連盟全面協力による将棋界を舞台にした人気ライトノベル。シリーズ累計50万部を突破、2017年6月現在しており、このライトノベルがすごい。2017文庫部門ランキング1位、第28回将棋ペンクラブ大賞文芸部門にて優秀賞受賞など数々の賞を受賞した話題作で、今年7月に TV アニメ化が発表されていた。あるある、今話題の将棋界が舞台の人気なので竜王のお仕事 TV アニメ化決定。キャストに内田雄馬、日高里奈、さくらあやねら。あるある、2018年冬アニメ一覧。今回 TV アニメ竜王のお仕事の放送時期が2018年1月に決定。さらに OP テーマをまちこさん、 ED テーマは伊藤美久さんが担当することが明らかになった。現在楽曲の制作中であるまちこさんと伊藤美久さんからコメントが到着しているので、合わせてご紹介しよう。なお、楽曲の配信情報や CD の発売情報などは、アニメ公式サイト http://www.ryuoh-anime.com などで随時発表されるので、ぜひチェックしてほしい。コメント、継承略、マチコ、OP テーマ、これから、竜王のお仕事、アニメ化おめでとうございます。愛ちゃんのまっすぐな将棋への愛は見ていて眩しいです。楽曲はレコーディングが終了しているのですが、そんなひためきでまっすぐな気持ちが歌詞でも表現されていて、歌では真の強さを込めて力強く歌わせていただきました。聴いていても歌っていても前向きになれる、元気になれる、そんな曲になったと思います。またアニメーションと共に流れるのが楽しみです。マチコプロフィール、ホリプロ所属、出身地広島県、誕生日3月25日、血液型 B 型。主な出演作品、アイドルマスターミオンライブ、伊吹翼役、 TV アニメ三社三葉西山セリナ役、 TV アニメ週末何してますか、忙しいですか、作ってもらってもいいで。初めてお話を聞いた時は驚きと嬉しさばかりで実感が湧いていませんでしたが、楽曲制作が始まったり作品を読ませていただいたりして、やっと実感が湧いてきました。作品の可愛らしくも熱い世界観に寄り添える楽曲にしたいです。そして ED も含めて皆様に愛していただけるよう精一杯届けられたらなと思っています。よろしくお願いいたします。伊藤美久プロフィール、スタイルキューブ所属、誕生日10月12日。2016年10月12日の20歳の誕生日に満を持してソロでメジャーデビューを果たし、2017年10月11日にはファーストアルバムもリリース。アイドルマスターミリオンライブの七尾百合子役で声優デビュー。2014年、普通の女子高生がロコドルやってみた。ノーサミ七子役で初主演。2017年は TV アニメ武装少女マキャベリズムのモズノノの役、アクションヒロインチアフルーツ赤木アンズ役。2018年1月13日土曜日公開劇場版マジンガー Z インフィニティなどに出演。伊藤美久。日本コロンビア特設サイト http コロンビアジュピトミキ伊藤美久オフィシャルブログ、ミク色のプロローグ https アメブロ jpitou ミク。作品情報、継承略、竜王のお仕事、放送時期2018年1月放送スタート。あらすじ、玄関を開けると JS がいた。約束通り弟子にしてもらいに来ました。
16歳にして将棋。はい。え？弟子？え？覚えてません？覚えてなかったが始まってしまった。JS との同居生活。ストレートな愛の情熱に、81も失いかけていた熱いものを取り戻していくのだった。スタッフ情報。監督、柳慎良。制作、プロジェクトナンバー9。キャスト情報。クズリュウ。81、内田祐馬。ひな、鶴愛、日高里奈。ヤシャシーン。天衣、さくらあやね。空、銀子、金本ひさこ。清滝慶香、ちむあい、水越美穂、久保ゆりか、佐田と、綾野、橋本千奈美、シャルロット・イゾ・アール、小倉優衣。